2012年の野球において、メジャーリーグベースボールのポストシーズンは10月5日に開幕した。ナショナルリーグのワイルドカードゲームは同日、アメリカ合衆国上ジ,ジア州アトランタのターナーフィールドで行われ、セントルイスカージナルスがアトランタブレーブスを6から3で下した。この結果、カージナルスが地区シリーズへ進出することになった。ブレーブスは前年のシーズン、 最後の1ヶ月で10.5ゲーム差をカージナルスにひっくり返されてポストシーズン進出を逃していた。2012年は5月下旬に8連敗を喫するなど一時は4位まで落ちたが前半戦最終戦でニューヨークメッツを抜いて2位に浮上した。後半戦は首位ワシントンナショナルズを追いかけ8月上旬にはゲーム差を2.0まで縮めたがその後はまた離されていった。 ただ、リーグのワイルドカード争いでは首位を維持したまま、シーズンを進めた。10月1日のシーズン160試合目で敗れ、地区優勝消滅と同時に第一、ワイルドカード獲得が決まった。中心選手チッパー・ジョーンズがこの年限りでの現役引退を表明する一方で、投手陣ではマイク・マイナーやクリス・メドレン、野手陣ではアンドレルトン・シモンズなど、若手が次々と対等して、 世代交代を印象付けるシーズンとなった。1試合平均得点は4.32でリーグ7位、防御率は3.242位で同4位。カージナルスは前年のワールドシリーズ優勝後に監督のトニーラ・ルーサが優待し、新監督にマイク・マシーニーを据えて2012年に臨んだ。当初はピッツバーグ・パイレーツやシンシナティ・レッツと三つどもえの優勝争いを繰り広げ、 前半戦を終えた段階では、シュイパイレーツから2.5ゲーム差の3位につけた。後半戦に、パイレーツが失速すると2位に浮上したが、シュイレッツとのゲーム差が10前後まで広がったため、西地区のロサンゼルスドジャースらと、第2ワイルドカードをかけて競った。争いは、シーズン終盤までもつれ、10月2日に、第2ワイルドカードの座を確保した。打線では、のヤデアモリーナをはじめ、 前年のポーストシーズンでも活躍したデビット・フリースやアレン・クレーグラ5人が本塁がを20本以上放ち、投手陣もカイル・ローシュラ4人が13勝以上を上げるなど厚い陣容を有していた。1試合平均得点は4.72でリーグ2位、防御率は3.71で同6位。両チームはこの年、レギュラーシーズンでは計6試合を戦っている。結果は以下の通り。 両チームの出場選手登録は以下の通り。勝ち、カイルロー主輩、クリス・メドレン・エス、ジェイソン・モット・ホン・ルイダ、STL、マット・ホリデイ1号ソロ・ ATL、デビッド・ロス1号・二ラン・審判、パ審、ジェフ・ケロック、類審、1類、マイク・ウィンタース、2類、ゲイリン・シダーストロム、3類、ジェフ・ネルソン、ソト・シン、左翼、サム・ホルブルク、右翼、 ロブドレイク試合開始時刻、東部夏時間午後5時8分試合時間、3時間9分、観客、52631人気温、歌詞81度詳細、mlb.com ゲイモデイ、com B B R、e s p n c o m basebal-reference.com、ファングラフスこの試合の先発投手は、ブレーブスは、クリスメドレン、カージナルスは、カイルローシュ、 レギュラーシーズンでの成績は、メドレンが50試合138.0イニングで10勝1敗、防御率1.57、ローシュが33試合211.0イニングで16勝3敗、防御率2.86である。デビッドロスは先発起用にまずは、打撃で応えた2回、両チームの保守の打席が明暗を分ける。表のカージナルスの攻撃では、先頭の5番やディアーモリーナが高め浮いた。 ツーシームを捉え、右方向へ大きな当たりを飛ばす。しかしこの本塁打になろうかという打球を、右翼手、ジェイソン・ヘイワードが、フェンス際でジャンプしながら補給して、アウトにした。ブレーブスはその裏、西1塁で打席に立った7番、デビッドロスが1ボール2ストライクからの4球目を、空振りするが、球審ジェフ・ケロックが直前にタイムをかけていたため、三振とはならず。 仕切り直しの4球目、チェンジアップが甘く入ったのを、ロスは逃さずに弾き返し、左中間への先制2点本塁打にした。ロスは、守備面を評価されてきた控え捕手であるが、正捕手ブライアン・マッキャンが、右肩の故障などで不審に陥っていたことから、この日は、マッキャンに代わり先発出場していた。その彼が打撃で、チームに2点のリードをもたらし、守備でもメドレーを3回まで、 無安打4脱三振の高騰に導いた。だが、ブレーブスのリードも長くは続かない。4回表、先頭の2番、カルロス・ベルトランが初安打で塁に出る。メドレンは自打者、マット・ホリデーにゴロを打たせたが、閉殺を狙った3塁シチッパー・ジョーンズが2塁へ、悪送球し、無視1点3塁となった。カージナルスは4番アレン・クレーグの2塁打で、ベルトランを、5番、モリーナの2ゴロでホリデーを、 そして6番、デビッド・フリースの犠牲フライで、クレーグを返し、一挙三点を奪って逆転した。その裏、ブレーブスは、ロスのバントアンダなどで一死1.3塁の後期を作り、8番アンドレルトン・シモンズもセーフティーバントを試みた。この打球を処理した、ローシュの一塁送球が、シモンズの頭に当たって外野にそれ、同点、逆転の走者がホームを駆け抜けた。ところが審判は、 シモンズがファウルラインの内側を走っていたとして守備妨害を取り、シモンズはアウト、走者は1点3塁に戻された。西から9番メドレンは空振り三振に倒れ、ブレーブスは得点を上げることができなかった。マットホリデーのソロ本塁だが結果的には決勝点となったカージナルスは6回表、3番ホリデーのソロ本塁だ。さらに七回、先頭打者フリースが 相手の失策で出塁したのをきっかけに一死三塁とし、メドレンを交番に追い込んだ。その後、8番、ピート・コズマの、夕頃で三塁走者にスタートを切らせ、遊撃手、シモンズの本塁役送球を誘って5点目を奪う。その間に、コズマは二塁へ進んで、自打者の代打マット、カー・ペンターの内野安打で一気に生還し、6から2とリードを4点に広げた。この日のメドレンは、 敬語失点を喫したが、うち3点が肘責点と、味方守備の失策に足を引っ張られた。試合後、ジョーンズは、自らの悪送球が試合の流れを変えてしまったと、反省し、メドレンは、味方のミスの後を抑えることができなかった自分に、責任があると述べた。7回裏、ブレーブスは1市3塁から1番、マイケル・ボーンの2頃で1点を返し、 なおもレンダーで西2.3塁の後期を迎えた。しかし4番ジョーンズはマーク・ゼプチンスキーの前に1球で2頃に打ち取られた。8回裏、ブレーブスはミッチェル・ボグスから1死12塁という場面を作る。ここで打席に立った8番シモンズがフルカウントからの6球目を引っ張り、打球は遊撃手小妻と左翼手ホリデーの間に落ちて、ホリデーに拾われた。サンダで と思いきや、打球が落ちる寸前に、左翼先進、サム・ホルブルックが、インフィールドフライを宣告しており、シモンズはアウトで西2.3塁となった。この判定に、ブレーブスのダグアウトから監督のフレディ・ゴンザレスが、出てきて抗議し、場内のファンは、ペットボトルなどゴミを次々に、フィールドへ投げ込んだ。この混乱により、試合は19分間にわたって中断された。再開後、 カージナルスは、抑えのジェイソン・モットを投板させ、無失点でしのいだ。モットはイニングをまたいで9回も続投し、4番、ジョーンズの内野安打と5番、フレディ・フリーマンのエンタイトル2塁打で西2 2.3塁の危機を招いたが、最後は6番段アグラを2頃に打ち取って6から3で、試合を締めくくった。観客の判定への不満を察知したカージナルスの選手たちは、地区シリーズ進出を、 フィールド上では祝わ,わず、すぐにクラブハウスへ引き上げた。インフィールドフライは、打球が実際どこに落ちたかや誰に処理されたかは、関係なく、内野手が処理できると審判が判断した時に、コールされる、と規則で定められている。そのため、今回のように内野の頭を超えた打球が外野手に処理され、打球が落ちる直前に、コールされたとしても、ルール上は、問題ない。 それでも、プレーの当事者である小妻が、審判は、正しい判定をしたと思うと語る一方で、カージナルス監督のマイク・マシーニーは、ブレーブス側が不満を募らせるのもわかるよと理解を示すなど、微妙な判定ではあった。またこの試合は、ジョーンズにとって、現役最後の試合となった。彼は、試合後、最後の試合であまり打てなかった上に、チームの敗退につながる失策を犯すなんて嫌な。 もんだが、これから、その事実と向き合っていかなくちゃならないと述べた。ありがとうございます。